それではアンコールにお答えいたします。先ほどねちょっと話しましたけど、高田の馬場でね、早稲田の弓道部と慶応の弓術部の記念の会があった時に高田の馬場であったんですよ。ですから高田の馬場と言いますと、ね、そうなんですね。安部高田の馬場駆けつけという一席を申し上げたいと思います。越後の国柴田溝口家の浪人で中山安部武経、江戸へ出てまいりますと八丁堀松屋町に道場を開き、間庭年流の指南をいたしておりました叔父の菅野六郎左衛門のもとへ居候。ところがこの菅野六郎左衛門が青山本殿の松平左京太夫というお大名のところに剣術ご指南番として召し抱えられることになりました。そこでこの道場が甥の安兵衛に譲られることになったんですが、この安兵衛武経という人が生来の酒好きです。おじさんがいるうちは慎んで飲んでおりましたけれども、おじさんがいなくなって気が緩んだものか朝から晩まで酒みたい。自分の腕が立つもんですから、一旦酒が入ってしまいますとだんだんと門人の稽古がバカバカしくなってくる。こらこらやめろやめろ、ああそのようなことはな、生病法は大怪我のもとと申するもの、剣術の稽古などはするに及ばん、三里へ急でも据えてな、いざという時の逃げる稽古でもしておれて、こんなことを言われたらいくら門人だってやる気がなくなってしまいます。一人やん二人さえ、とうとう百人近くいた門弟が一人も来なくなってしまいました。ああ門弟のおらぬ道場などはいらんわって乱暴な人があったもんで、この道場を叩き打って銭に変えてしまったわけでございます。八丁堀岡崎町の裏長屋、これを借り受けまして、相変わらず銭のあるうちは朝から晩まで叫びたり、ですからあっという間に一文なし、誰言うとなくのんべやすぐずやす赤座屋のやすという、まああんまり、いい言われ方はいたしません。今日も今日とて安部武経いっぱい機嫌で通りかかりましたのが下屋の高徳寺前。歩き疲れましたんでのこ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 本堂へ上がり込んで、取材の大小を脇に置きます。柱に寄りかかっていびきかいて眠り始めて、さあどのぐらい経ったんでしょう、ひょいと気がついて周りを見てみると、門突き来た人が大勢集まっている。どうやら音ぐらいに紛れ込んでしまったようなんですね。さあどうしたもんかなと思って見ておりますと、目の前に竹の皮に包んだものを置いていくんで、安部なんだろうと思ってこれを開けてみると、中にはお赤飯と唐辛子の佃煮かなんかが入ってる。なんだこれは、あらお侍さんはお弔いにおいでくださったんじゃねえどうなんすか。そうですか、いえね、伊勢屋のご隠居、茅場町の伊勢屋のご隠居がね、この度お亡くなりになりまして、102歳だったんですよ。天寿を全うしたおめでたい仏様だってんでね、まあ、本来ですと白の小飯なんですがね、うち中の者が相談をいたしまして赤飯にしてございます。間違えましたのも何か前世からの因縁と通う存じますんで、どうか仏の供養一足おつけくださいまし。おおさようか、ちょうど空腹時分だ、頂戴をしよう。あそれからお武家様にはこちらの方がよろしいかと思いますんで、土瓶から茶碗にガーッとついてくれた安部お茶だと思ってガブッと飲むと、なんだこれは酒だな。お寺の本堂にとっくり並べるってのも具合が悪いもんなんですからね、これお茶じゃなくってお茶けってやつなんで、もうこのところに赤い印がついてまして、これで中身の区別がつくのがこういうわけなんでございます。おおさようか、ああ実はな、わしはこのお茶けというのが大好物だ。遠慮なくもらうぞ、どんどん持ってまいれどんどん。さあ土瓶を前に並べまして、安部武経がぐびりぐびり。翌日になりますと江戸中のお弔いを探して歩く。まあ江戸は広いですからね、探して歩きゃ一日に一つや二つのお弔いは必ずあります。ああ赤い印のついた土瓶を持ってまいれ、早く持ってまいれ。ちょっと賢明さん、近頃なんですな、どちらのお泊まりに行っても、あの赤座屋のご浪人さんがいらっしゃいますよね、あれがね有名な弔い屋さんってんですよって評判になっております。ある一日のこと、安兵衛が両国橋に差し掛かってまいりますと、橋の上で大工とおぼしき連中が 4,5 人が争っている。待て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 、
両国わしの教場で世間を騒がすとは無礼なるやつ。よく争う時は一個は傷つき一個は死す。主任は時にとっての氏神、わしが仲裁をするからやめろ。何を言ってやんの、うるせえでも残品。おい、やっちめえっていきなり安兵衛に飛びかかってきた。そこは安兵衛たけすね、4人の酔っ払いの胸ぐらをつかむというと、えいや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 、ずってんずってんばったん。強いの強くないの、いけねいけね、とんでもねえやと抱えてっちまったよ。赤座屋ののっぺやすだよ、ぐずやすだよと言っておりますところに、大工の棟梁とおぼしき人物が駆けつけてまいります。どうもじゃございません、こちら船は仲のいいやつらなんですよ。酒が入るっていうところの名なんで、ね、これから足が仲直りをいたさせますんで、お武家様もお立ち会いでございます。どうかそこのうなぎ屋の2階へおいでくださいます。さあ、これからうなぎ屋の2階へ連れて行かれましてね、上座に座らされて、酒をたっぷり飲ませてもらった上に、帰りには立派な折り爪かなんかもらって帰ってきた。ありがたいな。弔いで出す竹の皮の包みとは違い、鯛の入った立派な折り爪だ。こりゃ明日から仕事が一つ増えた。さあ、翌日になりますと、江戸中の喧嘩を探して歩いて、ほらまあ、火事と喧嘩は江戸の花と申しますから、どこへ行ってもまあやってるやってる。待てい、両子争う時は一個は傷つき一個は死す。主任は時にとっての氏神、わしが仲裁をするから。あそこのうなぎ屋の2階へ参れて、これから喧嘩をしていたやつらをうなぎ屋の2階へ連れて行きましてね、たっぷりと飲んだり食ったりした後、わしがおっては気まずいである、ゆっくりと飲んでおるよ。えい、ありがとうございます。どうもすいませんね、ごちそうになります。だーれ、粋なお侍じゃねえか。俺たちがよ、お侍さんと一緒で気まずいだろうからってよ、先に勘定払って帰ってくださったよな、姉さん。まだ勘定をいただいておりますよ。だってお前さっきよ、なんかお土産で折り詰めみたいなのを持って帰ったぞ。うなぎが3人前お持ちになりました。それも一緒についてます。じゃあ何がこれ、俺たちが焼いてもこの野郎、おめえが俺に喧嘩売るからこういうことになったんじゃねえか。何よこの野郎って。またうなぎ屋の2階でとっくみ合いの喧嘩が始まってしまいました。待て、両子争う時は一個は傷つく。喧嘩のやすさんでしょ。評判でございますよ。あっしらね、お会いに来たまで喧嘩じゃねえんですよ。な、そう、相撲取ってた。何？相撲だ。相撲でも何でもよいから、うなぎ屋の2階へ参れ。冗談じゃねえやって、こんなことをしておりますうちに、江戸800夜町喧嘩が一つもなくなってしまいます。元禄の7年2月の11日、相変わらず安兵衛がどこで飲んでおりましたのか、朝帰りすっかり酩酊をいたしまして、八丁堀岡崎町の裏長屋、隣が海苔屋のおばあさん。海苔屋ったってね、食べる海苔じゃないんですよ。昔のね、洗い張りするね、着物にバーッと海苔つける、あの海苔ですからね。海苔屋のおばあさん、おばば今帰ったぞ。まあ、安さんかい、どこで飲んでたんだろうね、本当に。手紙が届いてるんだよ、お読み。手紙。色男はつらいな、つけ文か。何を言ってんだよ、どこの物好きや、お前さんのような飲んだふるに恋文届けるバカいるんか。青山のさ、おじさんからの手紙だよ、お読み。何、おじ上からの手紙か。また酒を飲むなというご意見の手紙だ。読むには及ば、五穀読む、おばばすまんが、後ほど我が屋敷まで持参をいたすように。何を言ってんねん、隣のこきたねえな、何だ我が屋敷でね、中堅の文助さんがお見えになってさ、お前さんいないもんだからね、なんだかひどく急ぐようだってからさ、しばらく待ってたんだけれどもね、まあ、早くお読みよ。何、急用か、分かった分かった、よし、どれどれ、全文は決まりもんと、これは読むには及ばんな、おば。何、さて、同伴中に村上正左衛門小九郎といえる兄弟あり、我が評判良きを妬みたわけものめが、人の評判が良ければ共に喜べ、心の狭きやつめ。何、末物斬りよりこと起こりか。おじ上に末物斬りを挑んでかなうわけがない。このわしでもなかなかかなわんぞ。何、遅れを取りしよう遺恨に思い、
剣術の師と仰ぐ中津川雄藩並びに門弟二十数名を語らえ、ああ眠いな。明日四つ時高田の馬場において真剣果たし合いを仕掛け候。何、明日四つ時高田の馬場において真剣果たし合いを仕掛け候、その方が助太刀いたするに及ばず、我なき後は酒を慎み、中山の亀へあげんこと奥多摩の陰より祈りよる。うん、馬場、今何時だ。何時だったってさ、ほらやっさ、なってるよ、ちょうど四つだよ。うん、えらく刻限遅れたり。表へ飛び出した安兵衛竹爪千里一時虎の子走り。八丁堀から海賊橋を渡る江戸橋越えて伊勢城が近んだ御玉が行け、左へ曲がって昌平橋青銅米お茶の水水戸様御門前から牛込の神楽塚を駆け上がり、寺町通り柳井を過ぎ駆けつけ来たる高田の馬場。しかし肝心のおじの菅野六郎左衛門はすでに撃たれました。この上はおじ上様の敵ぞと安兵衛が立ち向かわんといたしましたる時に、見物衆の中におりましたのが播州伯侯五万石、浅野匠の神長典公のご家来堀部屋京へ秋種その娘のお甲でございます。安兵衛が落ちていた荒縄かなんかで助けをしようといたしましたのを見て、荒縄は不吉にござりますれば、これをもって助けとなされまするようにと自ら締めておりました肘面のしごきを取って手渡した。おおご公子かたじけなしと安兵衛がこの肘面のしごきでもって助けをいたしまして、これから見事に親あのおじの敵を打ち果たすわけでございます。この肘面のしごき、これが結びの縁となりまして、後に安兵衛が堀部家の婿養子となるわけでございます。これからが本当は面白いんです。お時間の関係で、安兵衛高田の馬場から続けの素敵